い、どうも、アルティメット工房のサミとなんちゃんです。はい、今回は明星2月号を紹介していきたいと思います。概要欄の方を見ていただけると本屋さんに行かなくても明星2月号が買えるように URL を貼っていますので、そちらで購入してぜひ読んでみてください。私たちのね、紹介を見ながら聞きながら、あ、欲しくなったなって段階でポチッとしていただけると嬉しいです。はい、じゃあまずはこちら、表紙はなんとなんと King&Prince の5人が写っているわけなんですけれども、さらに今回の付録が豪華でして、というか、あの前にもね、 King&Prince とかいろんなグループで出てると思うんですが、そう、 SixTONES と SnowMan の CD、DVD ケースが付録でついています。私ね、実はこれ結構集めてて、 King&Prince のだったら今6枚ぐらい持ってるんですけど、シンデレラガールから今出てるやつ全部これに入れてますね。今回は SixTONES と SnowMan のなので、皆さん買ってみてください。てか、これを目当てで買う人多いんじゃない？今回多いと思う。ねえねえ、見て見て、ヒカルくんが大口開けて嬉しそうにしてるよ、多分かわいい。では今回のポスターは、じゃあこちらから。はい、平成ジャンプです。特徴教えてよ、今回のポスターの。結構みんな落ち着いた色合いの服を着てるかなと思います。服装を見て夏だとか春だっていう人はいないと特徴を言った。え、レポート下手なん？本当に。でも夏だとか春だって、確かに確かにそうだわ秋冬って感じがするでしょ。そうだ。はい、じゃあ裏行きましょう。裏はこちら、ちょっと長いよ。なにわ男子で袴を着てます。あ、ね、私なにわ男子のさすがにメンバーからちょっとずつ覚え始めたんですけど、あの見てください、メンバーから入ってますよ。本当だ、すごいおしゃれ。おしゃれ。ちっこい明星の方もあるので、これはエンディングの後にポスターと合わせて紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。そして欲しくなった瞬間にポチッとしてくださいね。あのカレンダーのシールがついてるんですけど、カレンダーのシールってなんだよって思う方いると思うんですが、 SixTONES のカレンダー予約受付中なんですけど、そのカレンダーに貼れるシールが、今回付録でついておりますね。あと明けおめシール、明けおめことよろとかね、いろいろ書いております。え、私使おうかな。はい、こんな感じで、あの、のシールが載ってるので、ぜひぜひ SixTONES ファンの皆様もポチってください。このデートの部分の京本大我くんがめちゃめちゃ可愛いんだけど、両頬につけてる北斗くんもすごい可愛いですいや、可愛い可愛いね、可愛い可愛いね。その次は厚紙生カードが早速ついているわけなんですけれども、これあれじゃん、人気だったセクシーゾーンの前回のやつだっけ。前回の明星だけど、前回の明星の表紙ね。キング&プリンスは載ってますか？え、キングだけ載ってる。そう、3人しかいない。うん、レン&カイト&ショーの生カードがありますけど、今回ジュニアメインになってる。ね、今回ジュニアメインだね。沖縄だよ。沖縄行ってんの？そうだよ。ユイマール満タンで2020年へゴー。え、もうなんか、え、裸、え、一泊二日のハッピー&ラッキー沖縄弾丸旅、キング&プリンスドラマ映画ツアーに舞台と大忙しで駆け抜けた2019年、お疲れ様のリフレッシュで束の間の沖縄旅を満喫したよ。ユイマール、助け合いや絆を意味する沖縄の言葉を高め、さらなる飛躍を誓うユイマールってさ、沖縄の言葉なの？最近なんだっけ、お笑い芸人流行ってんじゃん、なんとかパシャパシャ。あ、イグジット？そう、それの言葉かと思った。なんかあれですね、あの高橋くん、この前髪をこうやって上げて止めて、とりあえずみんな上半身裸でこっちに走ってくるって感じなんですけど、いいね、最高じゃないですか。最高ですね。いや、この高橋くんの笑顔と岸くんの笑顔はとても素晴らしいと思うわ。そしてその次は、あのそれぞれのソロショットみたいなのが載っていまして、りりしい、まあ、いろんな体験をしているところがね、写ってるわけなんですけれども、旅先でも筋トレを欠かさない岸&神宮寺。なんかもうみんなムキムキじゃない？ね、で、永瀬くん細すぎだよ。永瀬くん、永瀬くん細いね。永瀬くん細いね。細い。で、神宮寺くん、あの適度に日焼けしてるので、すごいこの浮き輪を持ってこっちに見てる感じがすごいいい。もう最近本当に神宮寺くん推してる、私。本当に神宮寺くん推してるよ。なんだっけ、この前のなんか全部初めてがいいみたいな。そう。くれ何を初めてくれ。あ、
あ、神宮寺くんの初めてをですか？あ、体験してくさし、体験させてください。何をですか？いろいろ。美味しいご飯とか。ああ、ごめん。なんか私変なこと考えてたみたい。そういうこと。美味しいご飯以外に何があるの？まあ、行きましょうか。奇跡の晴天のもと、沖縄の食と海を大満喫。イルカ飛び跳ねてるじゃん。七瀬くん、ちょっと怖がってない？岸くんの方に言ってない？かわいい。かわいすぎる。かわいい。永瀬くん、女の子みたいになっちゃってるよ。あ、待って。ちょっと体調を崩してしまった永瀬って書いてあるよ。ちょっと体調悪かったんだね。この時体調悪かったんだ。今日は船の上でね、T シャツ姿で写ってる写真だったりとか。いや、でも羨ましい。船か。船、私乗った記憶あるけど、あんまり覚えてない。これ何食べてんの？あ、沖縄そば&ソーキそばのハイブリッドそばを贅沢に食べてるんだ。岸くんのガチの寝顔があるよ。本当は岸くんガチで寝てるんですけど。あとさ、個人的に好きなのはさ、永瀬くんがご飯を食べる前にここで止まっちゃってるやつ、無になってるところがめっちゃいい。本当に体調悪かったんだろうね。なんかあんまり生き生きとしてない。ちょっと元気ないかも。そう、元気してない。元気してないっていう言い方なんか変だった。あ、でもハイタッチするシーンはすごく楽しそうで。じゃあ次のページ読んでいきましょうか。まあ、その他にもね、たくさん写真あるので見てください、ね。はい、やりたいことを全て叶えた弾丸旅、メンバーとの旅は楽しさ修学旅行超え、ウチナータイム、沖縄時間でリフレッシュ、俺より賢い海の生物たちとの触れ合いに感動、南から北へ、次の旅先は北海道に決定。永瀬くんに案内してもらってくださいって感じだね。発表、テレビグランプリ2019、マジレオなランキング決めるしかないと、プールパシャパシャ。待って、ほら真面目に読んでてちょっとびっくりした。やっぱりユイマーデマンタも実はあの二人の言葉なんじゃないの？ちょっと待って、唐突なイグジットにびっくり。1年間の面白かった番組、話題になった俳優を表彰するテレビグランプリ2019、たくさんの投票ありがとうございました。気になる全6部門の結果を早速チェック。ドラマ部門の第1位、俺のスカートどこ行った、おめでとうございます。笑って泣ける学園ドラマ、オレスカが堂々の1位ということで、のんちゃんどうでしょうか？もう毎週見てたからね、リアルタイムで。うん。リアルタイムで見て、次の日抜け出したやつを見てってやってた。はい、そして、あなたの番ですは4位だったんだね。俺のスカートどこ行ったと、あなたの番ですと、ブラック拘束と、3年 A 組今から皆さんは人質ですは、4話ぐらいまで見たかな。ちょっと、時間がなくてその後見れずに、後輩からネタバレをされて終わりました。ね、ランクインしてるよ。男優部門で。ドラマ部門は、俺のスカートどこ行った、で、永瀬廉くんがね、載っておりますが、次、男優部門。男優部門で、田中圭さんとか、いろいろ入ってる中で、キング&プリンスからは、永瀬廉くんと平野翔くんがランクインしております。なんか、橋本環奈ちゃんと映画をやったから、結局2019年も平野くんがキンプリを盛り上げたんだろうなと思うけど、うん、地道に着実にキンプリを知らしめて、より知らしめていったのは、私的には永瀬くんだと思ってる。ああ、それはあるかもしれないね。そう、あのフライボーイズフライとかもね、ドラマやってたしね。そう、北村匠海くん好きな人が見るだろうし、うちの執事どこ行ったじゃない。待って、バカだった。待って、待って、待って、うちのなんだっけタイトル、うちの執事どこ行ったがもうハマっちゃった。しじみどう思う、うちの羊どこ行ったってどう思う。なんだっけタイトル、うちの羊が言うことにはです。そうだ、そう、うちの羊が言うことにはは、あれなんだっけ、原作者、あれもともと小説だから、その小説家の人も知るし、小説家を知る友人たちもキンペリを知るわけだから、だって2人出てるもんね。ごめん、永瀬君と神宮寺君が、うん、全然私はどこにも行ってません。まず存在してません。これあのさ、全然話入ってこなかった。うちの羊どこ行ったにやられちゃって。ごめん。次行こうか。ちょっと待って、見てこれ。清原翔さん出てるよ。そうそうそう、うちの羊どこ。でもそれさ、失踪してるじゃん。ミステリー小説でありそう。しかも見て、北村匠海さんも出てるよ。ね、ケンティクビになっちゃったよね。
ゴチ。あーね、たまに見てたけどいなくなっちゃうんだね。でもその後になんかまた誰か起用されるかもみたいな。だってタオちゃんもいなくなっちゃったもんね。じゃあ次いきますよ。キング&プリンス気まぐれパフェ。痛いんですけど、なんか噛まれてるんですけど猫に。まだまだある沖縄レポートボード上でのダンスバトル。ボード上で平野&神宮寺の撮影会の様子はこちらで、ソロコーナーそばにいるよインスタグラムの沖縄バージョンも。あ、かわいい高橋くんを発見しました。どこでしょう。隊長、かわいい左側の、はい、神宮寺くんがふざけてる右上の方です。あ、シャワー浴びてるとこですか。はい、うわ、海から上がり屋外のシャワーで砂を落とす。ひゃー、あ、冷たーって感じね。はー、冷たーって感じ。めちゃめちゃ可愛いんだけど、可愛いね、笑顔ね。そのさ、神宮寺くんのさ、乳首がでかいな、もっと小さくならないかと無茶なリクエストをする日なのカメラマン。仕方なく胸元を葉っぱで隠して撮ると、このモデルいいよとの褒め言葉を残して去っていった。あざーす。そんな会話するんだね。ボード上での戦いのまき。塩で程よくぬるぬるになったボードが爆笑の舞台の。ほどほどほど、あ、どこどこ。2、ギリギリ落ちずに止まれるかしたオープンのチキンレース。3、続いては手押し相撲。4、最後は勝ち負けとかじゃない、ただの落とし合い。かっこ騎士。5、滑るから適当に動いてもブレイクダンスに見える。かっこ平野。6、不安定なボードの上で騎士は3点倒立も披露。え、騎士くんすごいね、体幹がすごいんだね。っていうか塩で程よくぬるぬるになったボードってかわいそう。砂の上にイン沖縄と書く騎士、あともう一歩無情にも波がする。だってかわいそうだねこれは。かわいそう。翔さんの巻きもあるよ。面白いね。なんか想像したらすごい面白いね。本当に楽しそうだね。かわいいし。はい、じゃあ最後のページはこちら。永瀬廉一期一会の初恋ダイアリー。日日連連5日目祈願。せわしなく過ぎていく年の瀬も、永瀬はゆるくいつも通り。そして新しく始まる1年、気持ちのいい日の光を浴びながら永瀬が祈願するのは、クスッと笑えてでも真剣な将来のこと。あの指輪めちゃくちゃつけてますね。左手の小指と人差し指と右手の人差し指なんですけどもね。チェックのコートに白いマフラーね、うん、白いマフラーめっちゃ似合う。あと中に着てるベージュのセーターだよね。うん、かわいい。なんかすごい似合うね。いや、これでのんちゃんまたベージュのセーター買っちゃうんじゃないの。いや、持ってる。あ、持ってるの。もう持ってる。ベージュすごいファッションでよく使うから持ってます。はい、というわけでね、今回明星の2月号を紹介してきましたが、こちら裏表紙はストーンズが載っているんですよ。はい、裏表紙も注目です。本当だ、メンバーカラーのハンカチ入れてるので、ここも要チェックだね。このエンディングの後にはちっこい明星の方も紹介しますので、よかったら見てください。以上、アルティメット工房のサミとのんちゃんでした。ちっこい明星紹介していきたいと思います。でっかいのと比べてどうですか。全身写ってますね。写ってます。うん、衣装は一緒だね。でも写真はそっちの方が好きだな。裏表紙もね、そっちの方が好き。ちっちゃい方が好き。あのこっちの大きい方は厚紙生カード1枚だったんですけど、ちっこい明星の方は厚紙生カード2枚ついてますので、でさらにあのさっき紹介したあのシールだね、シールも1枚ついてますね。シール1枚と厚紙生カード2枚の合計3枚ついてます。じゃあポスター、ちっちゃい方のポスターです。平成ジャンプ秋冬の衣装を着ております。ああー、でもあののんちゃんが今日着てるやつ、この有岡くんのカーキ色のやつとめっちゃ似てるわ。ほらこんな感じ。わかるかな。私が着てるやつ、これリバーシブルだから。あ、そうなんだ。黒にも変えられるんだね。黒にも。ほんとだ、黒にもなります。今黒着てる人はまあいないですね。はい、いないですね。じゃあ裏側、
なにわ男子がジャンプしてはっちゃけてかわいいです。長尾健人くんがすごい大の字でジャンプしててすごい可愛くて、その隣でダブルピースをしてる流星くんもかわいい。まあ内容は一緒なんですけれども、この裏表紙のストーンズ、こちらもちょっと違ってきてるかなって思います。大きい方はみんな立ってるんですけど、こっちのちっちゃい方は前の2人が座ってますね。はい、こういう違いがあります。はい、というわけで、こんな感じで今回の明星2月号の紹介は以上になります。欲しくなった人、はい、よかったらチェックしてみてください。